はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、こちらガシャでね、今日の、まあ、先ほど2時間ぐらい前14時頃に、投稿したんですけど、ガチャを引いたんですよ。で、そのガチャのところで、気になるのがあって、このナナミついていきます。ナナミさん、はい、こちらがね、まあ、まずこちら会心率中央アップ付与3ターンなんだけど、それのこれ、自身が会心を発生時味方全体に体重で 20% アップ付与ということで、これさ、その2時間ぐらい前の動画で言ってたんだけど、これ会心を出すたびになのか、その会心をしたらそのターン、20% アップなのかがちょっと気になっていて、で、ちょっとサブアカで実は、このナナミンのこの残滓2個ゲットして、ガシャでねリセマラして、ガシャで 2枚、一応残滓を出してきまして、で、まあ、覚醒上限解放してこれもつけました。で、それでガラガラが、8回攻撃なんですよね。8回攻撃することができて、で、間違いなくナナミンのその術式自体が会心を上げる術式があるんですよ。消費銃でそのどんどん会心を上げる、毎ターン会心率を上げることができて、で、ガラガラを多分使ったらもう半分ぐらいは、少なくとも8回中4回は会心が出ると思うんですよね、1体に対して。そうなった時に、もし会心が発生するたびに体術が 20% 上がるんだったら 80% アップすることができるんですよ。それが起きたらとんでもないことになるので、今日ちょっと気になったのでやってきました。はい、なのでちょっとごめんなさい、めっちゃカクついてるんですけど、ちょっとまずこちらをご覧ください。発動するか、重っ、ちょっとね、めっちゃ重いです。ごめんなさい。相変わらず重いんだけど、ちょっとガラガラ打ちます。これで全体の体術がどれだけ上がってるか。さあ、どうだ、ガラガラ。重っ。待ってね、ごめんね。ちょっとこれは申し訳ない。あー、クリティカルしてる、クリティカルしてる。めっちゃクリティカルしてる。このクリティカルした回数が、さあ、めっちゃ重いね。ごめんね、本当に。本当に申し訳ない。あとは見ればいい。能力さえ見ればいい、大丈夫。はい。これ一応チュートリアル中ですね。さあ、これで、いきます。体術がどんなも上がってる。体術は会心率アップして、あー、そうか、これどんだけやっても、あー、 20% か。ガラガラでガンガン当たってもあれか、 20% なのか。はい、というわけでちょっと見てもらったと思うんですけど、残念ながら、やっぱり重複はしなかった。やっぱりてか、ちょっとワンチャンあるかなって思ったんだけどな。まあ、でも、強いと思います。これ、ナナミン。本当に強くなった。その、やっぱり、ナナミンのやっぱり弱点ってさ、その、SR ナナミンとの大きな違いって、バフがなかったわけじゃん。だから、この、ナナミン正直、もう、会心率上げさえすれば、で、残滓も含めてね、コマンドスキル発生させれば、もう、ほぼ格で会心が上がるようなもんなんですよ。で、その上がった状態で、その、まあ、7-3打ったりとか、まあ、ガラガラも打ってもいいし。で、体術を 20% どんどん上げていく。だ、体術パーティーですごい強く発揮すると思います。はい。でも、その、まあ、SR ナナミンとのやっぱり違いっていうのはさ、SR ナナミンは常に安定して、これ 31% なんですよね。10% もかなり上と。いうことで、そこがちょっとどうなるかね。で、しかも4ターン。しかも体術限定ではないと。はい、いうところがちょっと気になるところで、自身の、まあ、41% アップはね、あんまり、まあ、ナナミン自身はあんまり攻撃しないから、まあ、そこはどうでもいいって言ったらあれなんだけど、うん、でも、このナナミン SR、まあ、一応グレード9の94レベルなんで、ちょっとあまり分かりづらいと思うんですけど、まあ、術式4391ということなんですけど、こっちのナナミンがね74レベルなんだけど、まあ、体術術式ともやっぱりSR ってことで強いですね。これ多分レベルがめちゃんこ上がればもっと強くなると思うので、ちょっとレベル上げちゃうか。ちょっと今、なるべくちょっとレベル上げたいので、これで、強化クエストでちょっとレベル上げましょう。で、やっぱり SR ナナミンとの違い、大きな違い、やっぱり SSR ということで能力が全体的に強い。で、当たり前だけどガラガラも強いんですよ、火力が。だから、そこが、やっぱり、バフをかけながら、高火力な技を打つことができる。うん、それだけで相当強いと思うんだよね、これ。で、グレードもこれ、ナナミンは確か、どこら辺までだって結構上がってんだよね。それがあるからちょっとあれなんだけど。はい、まあ、とりあえずこんな感じでちょっとやってみようか。これガラガラね。はい。ガラガラも8回攻撃かなんかがあるんだよね。まあでも、言うてちょっと火力はそんな出ないんだけどね。
まあでも確実にまあ、まあクリティカルはまあ出しやすいし、まあ、あとブレイク性能があるか、これ能力上げるためにブレイク性能がつくのでめちゃんこブレイクしやすいと。ブレイクダメージ量 61% アップ4ターンだから、あのまあ重複する、でさらにガラガラって多分多段ヒットなんでブレイク多分しやすいと思うんだよね。だからちょっとこれ使ってみようかな今ナナミン。でも残念ながら僕今ナナミンの持ってないんだよね、サブアカでしか持ってないので、ちょっとあの明日またガシャ引きます。はい、でもナナミは間違いなく、かなり強いキャラになったと思いますよこれ。やっぱり今回は間違いなくナナミン強化のターンでしたね。やっぱりこれも強いんだよ、バトル開始から9ターン目開始で。今ってさ、さっきの動画でも言ったけどウェーブ3ターンがめっちゃ多いんだよね、やっぱり五条先生対策で。だそうなってくるとバトルから9ターン目って結構出る、なる、安定してなるから、磁力30回復してかつ必殺ゲージ200回復して術式 30% アップが付与がつくから、うん、強いと思う。ナナミンちょっと僕は覚醒させたいと思います。はい、 25% ナナミン使ってきます今日。はい、ということでじゃあちょっとナナミンタイムで、今日はイベント行っちゃうよ、楽しみだね。あ、そっか、ボイスありか。じゃあちょっと今からイベントやっていきたいと思います。いやー楽しみ。はい、じゃあ聞きましょう。今回は多分野原ちゃんとかマキさんなのかな、それとも全員が主人公みたいな感じかな。よし、それじゃあ出席を取るぞ。虎杖悠仁、はい、国崎野原。いや、そういうのいいから。あれ、これ同じじゃね、ここあれストーリー同じ、これちょっと待って、ちょっと待って、とんでもない数の呪霊がひしめ、これ待ってください。え、同じかも。あ、これ多分ここはいわゆる前回と同じですね。ん、ちょっと待ってね、これちょっとスキップしていいですか。これ見たな、これストーリーは、ストーリーはないと思っていいのかな、それとも、うわ、なんかいる、なんかやばいのいる、うわー、なんだこれ。ちょっとどんどん行こうぜこれで。あー、よかったよかった、これは最初からなんだね、さすがに、さすがに最初からで。で今回なんかエクストリームが追加されたとは聞いたんだけど、そのエクストリームの敵とかどんなんなのかちょっと楽しみですね。あー、推奨戦力16000、いいじゃない、強い。じゃあ、ある、なかなか、あー、そっか、すいません、じゃあ AP パック使います。ちょっと AP パックはなんかいざという時に残しておくべきなのかなと思うんだけど、じゃあ16000なんで、まあちょっとナナミンを入れましょう。ナナミンとあと、じゃあそうやね、マキさん、そして東堂も入れとく、これでいっちゃおうか。まあさすがに推奨戦力大丈夫でしょう、勝てるでしょう。はい、で残滓を本当はまあ、うん、そうね、必殺ゲージ上がるやつにもしといていいのかな、それかこっちでもいいか。確か術式とそうだよね、あ、違う、ごめん、さ、これじゃない、これじゃない、間違えた、これじゃなくて払う仕事だ、こっちだ、これでいきましょう。はい、まあまあまあ、サクサクいきましょうか。とりあえず最初のイベントはね、まださすがに全然いけると思うので。さあ、ナナミンかっこいい。いやでもやっぱりこのナナミンいいな、好きだな、好きですね。頭角重宝、いや術式の開示でもいいか。まあまあ最初はもう軽くいきましょう。ブギウギいきます。頭角重宝です、あまり効きません。でもこれも一応多段ヒットで4回攻撃であるからクリティカルしやすいんだよね。まあじゃあ術式の開示ちょっとやってみましょうか。はい、ハンマーラックで9ターンになるとまあ上がるしね。でどんだけクリティカルが出やすいかっていうのもちょっと試してみてもいいかもしれんね。これ術式の開示しといて、でさっきちょっと、でもあれだよな、スキル管理がちょっと難しいね。これ結城くん入れようかな、レアの結城くんちょっと入れてやってみよう次は。まあちょっと東堂一旦外して、ちょマキさんはね何が何でもちょっと活躍させたいみたいなのがあるから。あー、クリティカル、今クリティカル、もう早速クリティカルしましたね。いやー、でクリティカルすると残滓で20上がるということで、相当多分上がりやすいと思うんだよなこれ。うん、さあどっち行こうか。あー、なんか向こうはちょっと行き止まりっぽいから、さっきちょっとじゃあ伏黒君行こうかな。あ、何これ、あ、鍵いる。じゃあこっち行かないといけないかも。まずじゃあこっち行って鍵を集めましょう。で、はい、ありがとうございます。で次こちらですね。なるほど、うまくできてる。
でこっちで多分一番奥の宝箱にまああの怪獣があるんじゃないかな。まあ、とりあえずなんもう本当に申し訳ないけどこんな感じでいいのかな。これでナナミン攻撃型で、はい、でナナミンがガンガンそのゆうきくんが回復させてナナミンが頭角情報でクリティカルを与えていくみたいな。どれぐらいちょっとさ安定してクリティカルが出るかっていうのをちょっと見ときたいんだよな。あのまだ残滓は持ってないからちょっと何とも言えないんだけど、これで、術式の開示して、で本当は重複できるんだけどね、重複できるんだけど術式の開示する、でブレイクダウンもつくでしょ。でちょっとこれあえて攻撃せずに一回ちょっとマックさんの通常攻撃、あじゃあちょっと残滓つけての通常攻撃で、術式の開示2回かけてあとちょっと攻撃してみよう。それでどれぐらい、まあ多分確実にクリティカルすると思うんだけどね。まずは頭角呪法打ちます。はい、頭角呪法打って何回クリティカルするのかいきます。さあ攻撃して頭角呪法、うわー4回中3回クリティカルか。なるほどね、やっぱ強いわ。だそれで残滓をつけてたらオートでそのもうどんどん攻撃力が体術が 20% 上がってくってわけよ、味方の。でしかもあの残滓でコマンドスキル打つごとにクリティカルが上がるんで、今さあの2回打ったじゃん、あのこの開示術式の開示をで、あやったけど、それが残滓を使いながら術式の開示をすることによって2回、要は2回分になるわけよ。だから1ターン目まず、コマンドっていうか残滓を使ってそのまあ開示をして、でさらにあの残滓で会心率を同じ能力になるんで中上がって、中と中上げて、まあ大になるか分かんないけど、でそっから頭角呪法を打つことによってもういきなりもう能力がどんどんゴリゴリ上がっていくと。で今結構体術を強くさせようみたいな感じがあるから、次もしかしたらあのキャラかもしれんな。次のキャラちょっと何かちょっとまだ言わないけどさ、あのキャラ来そうな気がする。そうなんかこんだけ体術を強、まあ今術式が強いってのはあるけどね、術式キャラが強いってのはあるんだけど、なんかちょっとあのキャラクターの匂いがしてきたな。とりあえず、まあ術式の開示して次頭角呪法してみましょうか。あとは通常攻撃で何回ちょっと食らうのかっていうのもちょっとあのボスの時にちょっと使いたいですね。しばらくこの今回のイベントはちょっとナナミをなるべく使っていきたいな。マキさんナナミをね、能力上げて呪力支援攻撃して、じゃあ、頭角呪法いきましょう。頭角呪法してさあ1回の開示で何回なのか。はい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 、あーでも出なかったか。2回ぐらいの方がいいのかな。やっぱりさっき4回中3回出たからね、まあ、ちょっと不確定要素にはなっちゃうんだけどね、正直言うとね。はい、 OK、 よし、まあ、2回かけると結構安定なのかもしれない。ちょっと早くボス使いたい、ボスで使いたいでござるよこれ本当に。次がこの次の次がボスだね。ボス戦だけちょっとやろうか今日。じゃ次行きます。こちら、うわ出た回復くんだ。これ回復くんいるのすごいありがたいんだよね。じゃあちょっと変えよう。変えて、うーんまあでもちょっと変えてって言ってもな、レアマキさんじゃなくて SR マキさんとか使ってみる。 SR マキさんは正直強いからね。この SR マキさんのこの能力がさ SSR のマキさんについてたらマジでいいんだけどな。これが強いのよ、体術、自爆っていうか自爆かけることができるから、それが大きいんだけどね。やっぱりちょっと SSR のマキさんは攻撃ばっかっていうのがきついな。まああと一応デバフもあるけどね、デバフもあるんだけどやっぱりきついでござる本当に。旋回斬りやかかってこいよでいい。で術式開示して頭角呪法でいいかな。はい、まあクリティカル、まあボスの時に2回影してちょっと頭角呪法やるわ。痛い私ばっかり狙わないで。じゃあ次、どんどん上げていってガラガラ、ボスの時にガラガラ打てるかなーって感じ。旋回斬りで頭角呪法いきます。さあこれでどんなもん食らう。さあクリティカル何回入るかな。クリティカルって何倍なんだろうこれ。さあ全体、そして頭角1234、あれかかんない、かからんね。やっぱり2回かけんといかんか。さっきはめちゃんこかかったからね、急になんか変わるのかもしれない。もう一回頭角上、ちょっともう一回見てみよう。1回であれなのかもしれない。さあどうだ、1234、おろおろろ、これだとダメか。じゃあ次ボスでちょっと2回がきつよ。さあどんなボス、これなんだっけ、多分
よく見るやつ。あー、出た。あれね、キノコのやつね。じゃあこのまま行きましょうか。で、ナナミンに会心率あれ上がるやつってあるっけ？なんかあった気がするな、会心率上げるみたいなやつ。うん、まあでもこれだったっけ、これじゃなかったっけな。まあ、いや、一番安定なのはレアなんだけど、でも火力下がっちゃうからこれでいいや。行きましょう。はい、行きまする。で、2回かけて本当はガラガラ打ちたい、ガラガラを見せたいんだけど、見せれるかな、ガラガラで。そうね、ウェーブ1なんだよね。ウェーブ 2とかだったらガラガラいけんだけど、いや、もうキックして能力上げないっていう手もあるな。能力ちょっと上げずにいくか。能力上げずに、術式の開示し続けて、クリティカルからガラガラ、超ガラガラタイムみたいな感じもやってもいいけどな。どうしような、これ難しいな。その前にやられちゃうとかあるか。いや、大丈夫そうだな。一応一回能力上げして、呪力支援して、旋回蹴りしといて、開示しとくか。これブレイク性能上がってるから、術式開示2回してちょっと1回投角上打ってみよう。ブレイク率が多分今 100% になってるはずなんだよ。かなりブレイクすることができるようになってるから、ちょっとこれして、こうしてからの投角上、これでブレイク性能が相当上がってんじゃない。さあ、どんなもんブレイクする。投角上123、おー、強い。ブレイク率やっぱ上がるの強いね。さあ、次おそらくガラガラが発動できるので、術式の開示してちょっと上げてきましょう。これ結構重複、今 2個重複してる感じかな。で、能力上げ、まあ、ちょっと 技はまあ、じゃあちょっと呪錬素術とかでかかってこいをして、ガラガラですね。はい、これで全体に、確かガラガラは全体だったはずだから、全体技だったよね。さあ、どんなもん、ガラガラしゃー、いけー。うわー、クリティカル率やべー、超クリティカル。でもこれが重複したらな、めっちゃもういいのにな。今7回ぐらいあれクリティカルし、ほぼ全部クリティカルした気がするんだけど、あれがな、クリティカルするたびにとかだったら 140% アップなのにな。そしたらもうぶっ壊れになっちゃうからダメなんだろうね、さすがに。まあでもこれはナナミン超強化でしょ、これは間違いなく使いやすくなったと思う。で、問題は残滓をゲットできるかどうか。僕はガチャを引きます、残滓をゲットします、絶対。はい、ということで、ちょっと今回一旦これで終わりますが、次回はちょっとこれもうイベント最後までやって、応募ちょっと狙っちゃおうか。めっちゃ進むね、めっちゃ行くや、まだ行くや、まだ行きますね、すごいですね、めっちゃありますね、これ楽しみですね。はい、ということで、じゃあこれまず開いて、で、多分どうせ鍵が必要、あ、これいけるぞ、これいける、ちょ待って、これ行かして、これ、はい、何？ああ、3回倒さないといけない。で、あとですね、これ、交換所あるんですけど、交換所で、これがね、また面白いんですよ。これが、コマンドスキル、また必殺スキルに、ショーなんだけど、こっちが、味方が、自身が会心を発生時、味方全体に必殺ゲージ上昇率 15% アップ付与ということで、これ強いよね。しかも、重複することができると。だから、ナナミンが会心を出すたびに、必殺ゲージが要は15% 上がるから2ターンでしょ。しかもで、重複もしてる 30% だとしたら、召喚一新を常にしてるみたいな感じになるんですよ。これね、面白いな。ナナミン、これも相まってめっちゃ強くなると思う。なので、ちょっとぜひ皆さんも、これはね、これは上限解放まではいかなくていいかもしれない。でもしといた方がいいな。これはナナミンのように絶対いるから、これは上限解放5までやってもらって、体術術式も、まあ、41% アップなんで、ナナミンは基本的に体術術式の、要は複合だから全部いるんですよ。 HP も体術も術式もだ。これナナミン用に多分作られてると思うので、ちょっとこれは、ぜひ今回は本当ナナミン超アップのために作られたみたいなもんだもんね、なので、ちょっとこれは全部集めましょう。はい、というわけで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様さ、バイバイ。